1万円ですね。冷凍食品の、3枚入った、500円ぐらいのやつですかね。あれを買ったんですよ、お好み焼きを。でさっき、今晩何行こうかなと思って、お好み焼き落ちたわと思って、作ろうかなと思って冷凍庫に出したらですよ。まあ作り方を読み渡ちゃえんどん、最後にソースとマヨネーズは。ソースとマヨネーズでお楽しみくださいって書いてあるんですよ。ふざくんなちゅうことあるんですよね。広島とか大阪の家ならあるかもしれんけど、延岡の家にお好み焼きソースがあるかち。会えるわ。ちゅうことではもう。今、牛丼を買いに行きようですわ。気のないこと。あれ、今駅のファミリーマートは閉まってたことねえか。そろ無職になって100日が近づいてまいりました。一箇所面接に行こうかなって思ってるんですけど、安いんですけどね。休みが多いんですよね。以前やって
こんばんは。こんばんは。注文決まったらお呼びください。あ、牛丼の波を一つお願いします。牛丼の波お一つでよろしいですか。はい。前の窓口にお進みください。牛丼並みですね。はい。440円ですか。はい。お預かりいたします。540円と一緒に買います。はい。どうも、ありがとうございました。早いなぁ。よ、どっちから出るんだ、こっちから。よしなぁ。あんまり怖いからな。更新の体の遅さあるのか、分かった分かった。ラッキーついてるね。試合があったら、外食すっとよ、ちょっとあげんの。毎日サッカーやら、野球はねえとか、あともだけんの。外食ばっかりしとったら破産すっとちごたがね。それとたまーに外食すっけんどうめもんがねえがねえ。言うちゃ悪いけんど、
てっちゃん丼の方がよっぽどうめよ。線の昭和町であります。今交差点過ぎたらちょうどこの辺がライブカメラ映ってますかね。駐車場があるわ。誰が止めるっちゃろかい。いや、もう最下生の社員が止めるとかよ。おりませんな。ラーメン科学研究所。研究所なんかもう完成したな。ラーメンなら食いていいけど、研究所のラーメンあんまり食いたくねえな。研究中やし。からするとお菓子やら30円ぐらい高いですかね。まあ納品業者としてコスモスには行きたくねえけど。